皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、今すぐ顧客と見込み顧客を分けてきちんと育てていくというお話をしたいと思います。教室集客の部分でおそらく皆さんが集客というところで頑張っていろいろやっているのはですね、すぐに来てほしい人を集める集客っていうのがおそらく主流だと思うんですよね。で、それはそれで全然間違いじゃなくて、今このレッスンに来てほしいからその人たちを集めるっていうのは全然間違ってはいないんです。ただこれをずっとやっているといつでも新しい人を追いかける、ないしは、既存の人に対してもですね、いつでもこうプロモーションをかけていかないと席が埋まらないっていう状況を作ってしまうことになるので、その前段階の底辺を作るっていう意識をどこかで転換して持っていかないとずっと集客に苦しむということになります。一番いいのはですね、最終的にはその、ブランドっていう言葉とかがあったりするように、そのブランドが成立していればマーケティング、いわゆる売れる仕組みっていうのが不要になってしまう状態まで本来は作れるのが一番いいんですよ。例えば今はそうですね、多種多様な業種業態とかもありますけれども、そうですね、例えば掃除機とか言うとね、今はダイソンとかっていうのがすぐ出てきたりとかするような形、マヨネーズといえばキューピーとか、そういう何か代名詞になるぐらいのところまで行ってしまうと、それを買おうと思った瞬間にもうそのメーカーのそれを買うということになっている。教室の場合はそこまでブランド化するのは非常に難しいんですけれども、できないことではない。ただいきなりそれを作るのはハードルが高いので、その手前のところですね、今すぐ顧客と見込み顧客っていう方をちゃんと分けて、商品を提供していくっていうことをした方がいいと思うんですね。で、今すぐ顧客っていうのはもう行きたいと思っているし探している方なので、検索エンジンと呼ばれるキーワードとかでちゃんと探してくる人、割と積極的な人ですね。魚で例えるとですね、お腹が空いてて餌があれば食いつきたい魚っていう、そういう状態になっている方と、あとは、いつかは行こうかなとか、どっかに行こうかなみたいな、まだまだの方ですね、見込み顧客というふうに言うんですけど、その方たちに来ていただくような準備をするのに向いているのが SNS なんですよね。ご自身の発信をしていく、どういう教室かを知らせていくっていう地道な活動があって、そして初めてその人が行こうかなっていう意識が顕在化した瞬間に思い出してもらえるかどうかっていうのがやっぱポイントになってくる。だからSNS を使っているその内容っていうのは集客っていうよりもおそらくは認知活動に近いような気がします。自分っていう人を忘れられないように知っててもらう、本当に欲しくなった時に思い出してもらう。だからガツガツ集客をする必要はなくて、むしろパーソナリティとかご自身の特徴とか、教室自体の楽しさとか、そういうのを伝えていくのがメインでいいんじゃないのかなっていう感じなんですよね。だから今すぐ顧客はもう当然サービスをパッと渡せば来るので、そうじゃない方は段階を追ってきっと来る時が来るので、用意する商品が違うということです。もうレッスンそのものを案内する方と、そのもうちょい手前のところですね、ライトな感じで言うと、体験会とかがきっと教室の場合にはライトなお試しなところですね。そこがライトな部分になってきて、それでレッスン通おうかな、行きたいなっていうふうに思ってもらえる、ここの段階のステップを踏まないとなかなか今は決まりにくくなってるっていう時代になってます。ということは、いきなり決まるっていうそのコースを用意するのはもちろんのこと、その手前の接触機会ですね、それが必ずしも実際に体験できる体験会じゃなかったとしても、何かこうイベントみたいなもので触れ合う機会を増やすとか、そこで人間性を知ってもらって、でその上でっていうこともあったりします。ただ注意しなくちゃいけないのが、無料
体験会は確かに無料でお試しの機会があって悪くはないんですけれども、無料体験会嵐っていう方もいらっしゃるので、その方は全然本当に来る気はない方なんで、そこだけを受け付けちゃうようなイベントにしちゃいけないっていうところが若干組み立てが難しいところではあります。ただこの2つを分けて考えると、 SNS の発信の方法と仕方と、どこに人を誘導すればいいのかっていう動線が作りやすくなるかなっていうふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。